おはようございます、坂本光大です。今日はですね、鈴鹿ポイントゲッターズで、初練習ということで、今練習に向かってます。まあ初めての移籍で、まあ新しい環境での、トレーニングが始まるということで、すごく楽しみにしてます。しっかりいい準備して練習していきたいと思います。お疲れ様です。初めての練習が、終わりました。まあ本当に新しい監督になって、で新しいチームになって、まあ、知らない選手もがほとんどなので、自分のコンディションをしっかり、上げつつ、まあ、3月14日ですね、3月の頭が、開幕戦になるんで、まあ、しっかりそこまでコンディションを上げていくっていうのと、あとはあのチームメイトの、その特徴をしっかり覚えていくっていうところを、この1ヶ月半ぐらいの中で、やっていきたいなと思ってます。まあ、あとは、練習場がですね、今年から人工芝で、練習することになって、まあ、その辺の、環境の変化への適応だったり、あとはしっかりと体のケアの方もやっていけたらなと思ってます。まあ、しっかり、頑張っていきたいと思います。まあ、監督が、スペイン人の、女性監督ということで、まあ、初めての外人監督でもあるんで、しっかりそのスペイン語もちょっと勉強したいなというふうに思ってます。まあ、しっかりと目標、具体的な目標を立てて、ここに向かって、まあ、毎日日々、一日頑張っていくということは変わらずに、そこの自分が目指しているところっていうのは、ぶらさずに、そこに向けて頑張っていきたいと思います。という感じで、今日はやりに行って休みたいと思います。それではさようなら。